皆さんこんにちは、小場翔です。今回のテーマなんですけれども、リアル中学受験、入試で不合格、初めて涙を流した娘、切れかけた家族の絆を強めたものというテーマを扱ってみたいと思います。まずね、記事を読みますね。中学受験で有名な東京都内の S 塾に通い、おそらくサピックスかなと思いますけど、 S 塾に通い、マーチ系列中学を第一志望に決めた共働きの我が家の娘、6年生の秋から成績が伸び、10月下旬の模試では合格可能性が 80% を超えました。素晴らしいですね。このまま頑張ってくれればと祈るような気持ちでいましたが、すぐに厳しい現実を突きつけられました。11月中旬の模試では偏差値が7ポイント急落して30代に再突入、第一志望の合格可能性は 40% になってしまいましたと。で、勉強をしないならもう受験なんかしなくていいよ、私の仕事の忙しさも重なり、娘に厳しい言葉をぶつけてしまう日々、夫からはそんなに言うならたまには早く帰ってもう少し子供の面倒を見たらどうなんだと怒られる始末でした。家庭の雰囲気は険悪になり、夜に泣きながら自宅を飛び出し、ビジネスホテルに一人で泊まることもありましたということで、なかなかね、病まれてますね、これね。この頃から我が家の中学受験対応は完全に夫主導となりました。分厚い受験案内の本を S 塾で配られた中学入試日程別日別偏差値一覧を見比べながら具体的な戦略を立て始めました。一方、娘の偏差値はというと、その後も坂を転げ落ちるように下がり、12月上旬の最後の模試では第一志望の合格可能性がなんと 30% に、私が心の中で本命にしていた中高一貫女子中学も 40% になっていましたということですね。そして、首都圏の私立中の入試は埼玉県では1月10日、千葉県では1月20日、東京都と神奈川県では2月1日から本格的に始まります。各校が複数回午前と午後に入試を行うので、何回か同じ学校を受けるチャンスがありますということですね。で、S 塾との最終保護者面談で夫が立てた戦略を伝えると、非常によく練られていますねとお褒めの言葉をいただきました。さらに1月の埼玉の入試を合格を持っておけば安心して2月を迎えられますよとアドバイスされ、1月の10日に最終模試で合格可能性が 80% だった埼玉の学校を受けました。先生からも大丈夫でしょうと太鼓判をされていましたが、まさかの不合格と。勉強に関して泣いたことのなかった娘が初めてポタポタと涙を流し、明日からは学校を休ませてほしい、家で受験勉強させてほしいと言ってきました。さらに1月20日21日には千葉県内の2校を受験しましたが連敗、悪い流れを食い止めようと2日後に夫が探してきた埼玉の中学を受験させました。そこでようやく得た合格が家族の精神安定剤になりました。学費が免除される特待生での合格で娘の自信にもつながりました。2月の本番に向け、夫は日程調整の仕上げに入りました。2月1日は午前中に第一志望、午後には合格可能性の高い学校を受験するというふうに組み立て、ダメだった場合にはどうするのか、ほとんどの学校の試験が終わる2月5日までびっしりとした計画表を作りました。さらに中学受験経験者の同僚のアドバイスや協力により、この間の業務も調整してもらえたことが本当にありがたかったです。とうとう迎えた2月1日、初戦の第一志望の系列中は不合格でしたが、午後に滑り止めとして受けた女子中学に受かってほっと一息をつけました。2日目は午前中に行われていた私の本命の女子中が不合格だった一方、合格可能性 40% だった別の学校に合格し、かなり精神的に楽になりました。3日午前は再び第一志望にトライするも不合格、4日にダメ元でもう一度女子中を受けました。この頃になると控え室で受験する子供を待つ親の方にも悲壮感が漂います。受験のお手伝いをする在校生の制服姿が眩しく見えるのでした。インターネットによる合否結果の発表は受験当日の夜に行われることが多く、自宅で食卓を囲みながら2度目の女子中の発表を待ちました。緊張が高まる中、最初の確認の役割を担った夫が娘に差し出したスマホの画面を覗き込むと、合格の2文字が目に飛び込んできました。受験を通じて家族がバラバラになりそうになったり、絶望に打ちひしがれたり、様々なことがありました。仕事に追われる日々で限られた時間を何とかやりくりして学校を選んだり、週末ごとに過去問を解いて一緒に復習をしたりすることで家族が結束していくことを実感することができました。はい、というような記事になっております。はい、というわけで、なかなかね、厳しいというか、現実の話ですよね。で、このご家庭では最終的には合格をつかみ取ることができたということで、若干というか、ハッピーエンドに、ね、なっていますけれども、実際だと、全然正直箸にも棒にもかからず、滑り止めで絶対大丈夫だろうということで受けた学校しか、受からないという、ね、生徒さんもいらっしゃるので、全ての、ご家庭が、こういうふうに、改めてこう受験を通じて
一致団結できるかっていうと、まあ、難しい部分もあると思います。まあ、実際にこれね、今日は中学受験の話ではありますけれども、まあ、僕がね一番見ているのは大学受験でして、まあ、大学受験でも似たようなことってあるんですよね。やっぱりご家庭の中でいろいろとね、まあ、意見の食い違いであったりとか、まあ、それこそどこを受験するのかでいろいろね意見の相違があって、場合によってはその面談の中でも喧嘩というかね、まあ、言い合いになってしまうようなご家庭も、まあ、ないことはありません。まあ、ただ、まあ、受験を通じてですね、結果的に志望校に合格することができて、いろいろあったけどよかったよねと、親御さんに対してもね、ありがとうと、生徒さんからね、お言葉があるような、そういうね、まあ、和やかな雰囲気もあるし、逆に、やっぱりね、ご本人の意向で、もう絶対ここしか受けないと、保護者の方からすると、こういうところも受けといたらとか、こういうところも可能性見たらっていうふうに、まあ、助言も前々からされているんだけれども、言うことをね、なかなか聞かず、聞かずというか、ご本人のね、意思もありますから、それは当然ね、大事なことなんですけれども、その結果ね、どこにも合格することができず、なんとなくの流れで浪人になってしまったと。もともとね、ここダメだったら浪人するって覚悟をね、決めて浪人をね、するのは全然僕はいい子だと思うんですけど、なんとなく流れでね、浪人になってしまうとか、やっぱりそういう部分っていうのがどうしてもね、出てくると、家族の雰囲気もね、良くなくなってしまうっていうものを、僕はね、いくつもやっぱり見てきましたので、やっぱりね、その観点で言うと、やっぱり受験っていうものが、ご家庭に与える影響というのは、良くも悪くも、非常に大きいものなのかなというふうには思いますね。やっぱりね、中学受験だとなかなかね、難しい部分はあります。やっぱりお子さんはお子さんなので、やっぱりね、ご自身で全てを判断するというのはなかなか難しい年齢だと思いますが、ただね、大学受験に関してはやっぱりね、ご本人もしっかりと自立して自分で考えることができるご年齢だと思うので、例えばね、情報収集の一部を保護者の方がサポートしていただいたりとか、例えばね、それこそこうやって動画をね見てくださったりして、ご本人にお伝えしていただいたりとか、そういう部分でチーム戦としてね、やっていくのはもちろんね、素晴らしいと思うんですけれども、ただやっぱりね、ご本人の意思というものも絡めた上で、最終的に家族として、ご家庭として、どういう進学先を選んでいくのか、どういうふうに大学時代を過ごしていくのか、もしくはね、将来のキャリアとか、どんなところを目指していくのか、もちろんね、途中で変わっても僕は全然いいと思うんですよ。ただ、今の時点でどう考えているのかっていうのを、やはりね、しっかりとね、意見交換をしたりとか、表明し合ってるご家庭ほど、やっぱりうまくいくかなっていうふうには思います。どうしても例えば塾とか学校の面談の時だけその場でね、なんとなくこうふわふわっと表面的に話してってなると、結局終わった後に、生徒さんなら生徒さん、保護者の方なら保護者の方の、ちょっとね、こう隠していた不満だったりとか気持ちっていうのがバーって出てきてしまって、それでやっぱり揉める原因になったりする部分っていうのは大いにあるので、やっぱりね、後からご家族で一致団結して、進んでいくという意味でも、やっぱりね、普段からの意見交換とか受験校の相談とかっていうのは僕は綿密にしておくべきなのかなというふうに思います。はい。ですから、今回のこの記事に関して言うと、ハッピーエンドで良かったよねってことなんですが、ただやっぱりね、そうならないご家庭もね、多々ありますから、やっぱり普段からね、受験うまくいくいかないは別としてね、やっぱりちゃんと情報共有だったりとか、考えの共有、ただね、中学受験だと難しいかもわかんないですけども、大学受験に関して言うとね、やっぱりお子さんもいいご年齢なので、やっぱり親御さんの意見を押し付ける、中学受験であれば先ほど出てきたように、保護者の方が受験校をね、細かく綿密に組んでいくってことあるでしょうけど、やっぱりね、大学受験ってなるとそういうのを全部ね、保護者の方がやってしまうっていうのは、やっぱりね、ご本人の意思とかそういったものがね、薄くなってしまう部分、危険がね、あるのかなというふうに思いますので、そこはね、注意をしてほしいなというふうに思いますし、もしね、塾とかを活用されているご家庭であれば、ぜひね、その、塾での面談を活用して、その受験校の相談だったりとか、やっぱりね、第三者が入ることである程度ね、こう落ち着いて話ができたりもするわけですよ。やっぱりね、ご家族だと普段からね、ある種こう気を使わずね、言いたい放題できてしまうので、意外とね、そのせいで喧嘩になってしまったりとか、正直ね、相手側の言い分も分かってるんだけどちょっと強く言ってしまったりとかってことがあったりするので、うまくね、学校の面談でもいいと思うんですけど、塾の面談をうまく使いながら、ただ普段もきちんと情報は共有する、意見は共有するっていう形が僕はいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の話は以上になります。で、今回もですね、本を、いただいております。はい、今回ですね、なんとただ読みの宋先生から、参考書を頂戴しておりますので開封していきたいと思います。はい、実はね、宋先生から、ご連絡いただくのはおそらく多分初めてなんじゃないかと思いまして、 X でですね、非常にご丁寧なご連絡をいただきまして、
本をね頂戴する形になりました。ありがとうございます。今回ちょっと袋に入っているので開けていきますけれども、もともとね出版されていた本についてはDM で伺っておりますので、はい、何が送られてきたか知らないというわけではないんですけれども、本の方をね出していきたいと思います。こちらですね、たった4時間で現代文ということで、最近ねこのシリーズですね結構いろんなものが出されていると思うんですけれども、その一冊として、学研さんから出版された宋先生の現代文の参考書になります。はい、でまだ当然ね今内容僕初めて今見たんですけれども、現代文どこでもミニブックということで、いろいろね解法だったりとか回答の仕方、戦略みたいなものが別冊で入っているほか、あとは赤シートですね、こういったものも付属している形になります。で基本的には、読解の仕方というものを教えてくださいながら、かつ練習をしていくというような教材になっているかなというふうに思います。で結構やっぱりね宋先生はやっぱ一個一個の読み方に関してすごく丁寧な読み方をね教えてくださる先生だなという印象がありまして、例えばね今パッと見てるんですけど、たまたま出てきたのが対比のところなんですが、対比をね要点を整理しましょうということで、対比とはとか、対比が可能なのはどんなものなのか、対比の文脈を発見するにはどうすればいいのか、対比の文脈の形式はどんなものなのかとかね、そういったものまで整理をされているので、いわゆるね読み方のこうある種教科書的な部分というか、マスターする部分のね一番最初のスタートラインとしてね使っていただくのがいい本なのかなというふうに思いますが、またね後ほどゆっくりと拝見をさせていただきます。ありがとうございます。はい、あとはね実はお手紙もいただいておりまして、はい、そうですね、お送りしますということですね。はい、授業動画付きの参考書だということで記載がございました。はい、というわけでね、ぜひ皆さんね、こちらの本も参考にしてみてください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。